はい、クラファンクです。いいですか、いいですか、はい、まあ、これカスタムエクスエスクワイヤーですけども、これはカスタムテレキャスター、はい、こっちはテレキャスターカスタム、よく言いますね、間違えちゃダメだよ、前後にカスタムを置くかどうかで、それもすごい話だよね。なんか例えようがあります。だからテレカスかカステレ、例え他のそういうものってなんかないのかね。前後につけるだけで意味が全く違うみたいな。全く違くはないと思う。どっちがその術語なんだろうね、うん、だからカスタムしたテレキャスターなのか、うん、テレキャスターのカスタムなのかってことなのかね。ああ、なんなんだろうね。でもカスタム感はこっちのカスタム感は強いよね。確かに、こっちはなんかちょっとこっちの方が後だもんね。分かった、こっちはさバインディング2個ついてんじゃん、うん、レスポールカスタムと始めるだよ。でもカスタムテレキャスターでしょそれは。まあそうだけど、テレキャスターのちょっと装飾が豪華になってるでしょ。そうだよね、若干だからテレキャスターなんだよね、これは。そう、だからレスポールカスタムと同じのに、だこれはテレキャスターじゃないんだよね、テレキャスターカスタム、テレキャスターを改造してるんですね、うん、ややこしいですね、ややこしいですね。でもってこれが中古商品なんですね、うちの。これは国ってないやつですね、これは国ってないですよね、多分。野上さん、はい、クリってないです。55。あ、っていうことはこれシリアル的にあれなんじゃないの。あ、でもすごい全然いいな。モデル名が CTC55M、はい、テネックには書いてあります。シリアル書いてあるんですか。シリアル、でもシリアル愛って書いてある。愛って89とかだったよな、90とか。すごい、でもちゃんと調整したの、うん、中古で自入荷して、まあ、交換して、はい、フレットのへこみも激しかったんで、はい、すり合わせをしてると、もうバッチリってことですね。じゃあバッチリですね。89から90って言ったらもう30ぐらいですよ、年。そうだね、まあでも全然ちゃんとしますね、うん。そこ全然ワイドレンジじゃない。うわ、全然ナローレンジじゃないこれ、うん、でもこの頃ってほんとさ、テレキャスターカスタム自体がさ USA 作ってないから、あ、これしかないんだ。年代的に言うフェンダージャパンとかしか作ってないと思うよ、まあ、ジャズマスターとかジャガーとかもそうだけど、なのでまあそういう意味ではかなりファーストリーシューみたいな感じかもしれない。確かに。いや、もう男細いな。これはどっちもオリジナルピックアップだね、うん、ピックアップ変えた方がいいっすね。物はいい、すごいね、うん、木は絶対いいよね。木はいいけどやっぱ男細いしこもるしみたいな、うん、まあ、おすすめとしては、はい、こっちを粉落としに、はい、して、なんか巻き直してね、これを使ったまま、うん、エリアをこっちのやつにするとか。そうですね、実際前これ変えてるもんね、このフェンダーのロゴが入った状態のに、うん、あ、粉落とし積んでるもんね、うん、改造できる。それで変えて、リアも変えるとすごくいいよ、よろしいですね、はい、いやでもまあ、かっこいいですね、うん、まあ状態もバッチリなんで、うん、すごいいいっすね。いいっすね。もうすぐ使えますね。すぐ使えます。はい、ねえ、やっぱりこう70年代のね、フェンダーのオリジナルよりちゃんと作ってある。隙間ないっすね。隙間ないっすか、ね。うん。もしかしたらこっちが本当のカスタムなのかもしれない。でもなんかガサツな感じの逆にないかな。うん。そう考えると。ちゃんとしてる、うん、まあ、ちゃんとしてますよ、ちゃんとしてますよね、はいはい、まあ、なのでこれも買いたいぞけどピックアップも買いたいぞって場合はご用意いただければ。そうですね、前後ともに今夜ファンクのやつにしてお渡しできると。
まあ、まずは一度これで弾いてみるのがいいかもしれないな。はい、じゃあ値段はこれ出てるってことで、はい、結構ね、中古楽器入荷してもね、あんまり調整してない場合もあるけど、うん、まあ、これもバッチリ調整されてます、バッチリ調整されてますからね。ナットも変わってるし、配線関係も綺麗になってるし、まあ、なんせフレットがね、ちゃんとすり合わせしてあるんでね、はい、さらにピックアップを彼ら持ってよくなるんじゃないかと。これはぜひ変えてもらいたいね。うん、ね、ぜひお問い合わせしていただければと思います。見た目はめちゃめちゃかっこいいです。いわゆるあれですね、いわゆるあれですね、はい、もう録音始めますか。今日はフェンダージャパンのテレキャスターカスタム、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 テレキャスターカスタム、アイシリアルなのかな、アイシリアル、はい、89年か90年ぐらいの、貴重なテレキャスターカスタムのリーシューモデルのご紹介でした。小山君でした。どうも。